あと、そこの出口のところの途中に、水道があるので、よければそこの水、喉乾いたら飲み放題にしてますので、たかだか水道の水とお思いかと思いますが、体にいい水にしてるっていうのが売りの、水になってますので、よかったらそこに書いてる説明とかもね、読んでいただければと思います。 今日はですね、4日の世の中先生と糖尿病の柳沢先生来ていただいて、3本目で私の脂肪肝の話ってことになってますけども、肌を元気に素敵な肌を保つためにということで、まず米田先生の方からお話をしていただきたいと思います。紹介はちょっと省いてますけども、時間が結構短いので、本当に先生の話をね、たくさん聞いてもらって、米田先生はここのすぐ隣のね、オリーブ皮膚科さんだし、柳沢先生はそっちの向かいの方の、総延糖尿病クリニックの方をやってますのでね、結構患者さんとか知ってる方も多いかと思いますので、きっと楽しい話になると思いますので、鳥羽先生よろしくお願いします。こんにちは。隣でやってます西洋オリーブ皮膚科クリニックの米田と申しますけど、よろしくお願いします。疲れるまで立って話したいと思ってるほうが皆さんの顔が見えますので、初めて行きたいと思います。時間もちょっと限られてるので
痒みを感じる神経っていうのがだんだん伸びてくるんですよね。ですから痒くなるようにできてるんですよ。ですから乾燥するとなんとなく痒くなるっていうのは皆さんなんとなく感じてると思うんですけど、実際それは学的にも実証されているんですね。ですから刺激を受けやすくなるということと、刺激が入ってきた刺激に対して過敏に反応しやすくなるということで、どん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 炎症を起こしやすくなっていきます。もう一つは残念ながら年齢とともにですね、皮膚の水分っていうのはだんだん失われていきます。これも実感されていると思うんですけど、細かいことはちょっと割愛しますけど、いろんな形で人間の皮膚はですね、水分を保持しようとしているんですけど、そういう役割がだんだんと低下して、まあ、あるいは汗も実は減っていきます。そういうことによって、乾燥しやすくなって、さっきみたいな症状が起こっています。で、まあ、特に足の膝から下みたいなところは乾燥を感じやすいんですけど、こういった、年齢をいくとですね、湿疹になっていたりしますので、乾燥がいろいろなものを引き起こしていくというのが言えます。で、その乾燥の原因というのは、今お話したような年加齢というか年齢を重ねていくということが一つと、もう一つは紫外線も、そういうことを起こします。それとちょっと話しとりますけど、アトピー性皮膚炎っていうのが乾燥が、原因によってなりますし、大きく感じるような問題なんですね。で、まあ、今日はアトピーのこと詳しくお話しできないんですけど、アトピー性皮膚炎はよく子どもの病気っていうイメージ、多分皆さん持たれていると思います。で、実際もちろんですね、アトピーは子どもの時に多いんですけど、昨今非常に高齢化というか、年齢成人型のアトピー性皮膚炎というのも非常に増えているのが問題になってきています。で、まあ、これ統計的に見るとですね、50代から60代でも 2.4% というと意外と多いですよね。40人から50人に1人ぐらいはアトピーなんですよね。で、実際ですね、私の方でも80代のアトピーの方とかも意外と結構いらっしゃいます。アトピーって聞くとなんかちょっと違和感を感じるかもしれないですけど、実際いわゆるアトピー性皮膚炎なんですよ。症状としても非常に典型的な場合もありますし、いろいろです。で、これは子供の時からアトピーが続いてた方もいますし、ある年齢になってから急になっちゃうっていう人も実は多いです。で、その辺のことを今これから少しお話ししていきたいんですけど、まあ、アトピー性皮膚炎、先ほど壁の役割っていうのがありました。バリア機能の低下が一つの原因でもありますし、その原因として皮膚の乾燥がある場合もあります、まあ、ストレスっていうのはどんな病気もあるかもしれないんですけど、それともう一つはアレルギーがあったりなかったりとかですね、これらがそれぞれ、その方に応じていろんな割合で相まって症状が起こっています。アトピーのことは詳しくちょっと割愛しますけど、ちょっとですね、飛ぶんですけど、食物アレルギーも少し関係しているのでお話したいと思います。よくですね、食物アレルギーがあるのでアトピーになりやすいっていうふうに昔は考えられてたんですね。アトピーの原因として何とかアレルギーがあるっていうのが原因って言われてたんですけど、最近はですね、アトピーがあると食べ物アレルギーになりやすいっていうふうに言われてます。これどういうことかっていうとですね、経皮感作っていう言葉が言われてます。これちょっと専門的なんですけど、経っていうのは皮っていうのはですね、皮膚を通して感作されるっていう意味なんですけど、アレルギーをですね、そもそも持つためには感作っていう状態を経る必要があります。これもうちょっとここは優しい言葉で言うと、アレルギーに体がなっちゃうっていうような意味です。ある物質を私はダメですっていうふうに認識するっていう意味なんですけど、そういう状態に1回というかなります。で、1回私はダメですって記憶したら、次に入ってきた時にアレルギー症状が出るっていうのなんですけど、その観察される経路がですね、今だんだんと明らかになってきてます。で、かつては食べることでアレルギーを持つ、アレルギーとして認識していくっていうふうに捉えられてたんですけど、最近はですね、なんと皮膚を通してそういうものを感じていくようになってるんじゃないかっていうふうに言われてます。それを経皮感作っていうんですけど、皆さん なんていうか食べてアレルギーになるって分かるけど、皮膚ってどういうことかっていう、なんとなく不思議に思うかもしれません。これ実際触ってなるっていう意味なんですよね。これどういうことかっていうと、数年前に
皆さん覚えてるか あるかもしれないですけど、茶のしずく石鹸って何かあったんですよ。で一生懸命石鹸使って体洗ってたら小麦アレルギーになっちゃったっていう話なんですけど、これどういうことかっていうとですね、石鹸を皮膚に塗ってるというか、まあ、つけてたわけですよね。そうすることで皮膚を通してそのある成分が体の中にだんだん染み込んで、体が私この成分ダメですって覚えちゃったんですね。その結果小麦を次に食べたらアレルギーになっちゃったということなんですけど、もう一つ重要なことはですね、この時に小麦っていうのはそもそも食べてない人はほとんどいないはずなんですよ。ということは食べてた時にはそういうことは起こってなかったんですね。だから触ってるうちにだんだんアレルギーが発症していくということで、実はですね、食べては大丈夫なんだけど触ってはダメっていうふうに今だんだんと認識されてきて、でもう一つ重要なことはですね、触ってダメなんですけど、触る時のその皮膚の状態によってもまた、違うっていうことが言われています。で先ほどの茶のしずく石鹸みたいなことは、実は欧米ではですね、従来からのピーナッツオイルアレルギーっていうので言われてまして、日本ではあまりないんですけど、ピーナッツオイルっていうのを保湿剤代わりに赤ちゃんに塗ったりするんですよね、欧米ではね。でその結果さっきの小麦みたくですね、ピーナッツアレルギーになる子供が増えているという統計が実はありまして、その同じようなまさに話なんですけど、それによって、その経皮観察というんですかね、皮膚を通して観察されるっていう状態が注目されてきています。でもう一つ言うとですね、この経皮観察をするためには、経皮観察になっちゃうためには皮膚の状態が良くないっていうのが重要なことになる。つまり小麦の分子っていうかですね、普通は体には入んないんですよね、石鹸塗ったぐらいでは。通常はそういうものをバリアブロックしてくれるのが我々の皮膚なんですけど、乾燥をしてたり湿疹になってるとそういうものが通過してきてしまうことがあるということで、さっきの話にちょっとつながっていくんですが、乾燥してるとさっきの茶のしずく石鹸みたいな影響を受けやすいという意味で、乾燥がやはりいろんなものの、なんですかね、悪くする理由になってしまうというふうに今捉えられて、でこのことからですね、言いたいことは特に子どもさんのこと時の方が重要なんですけど、湿疹の治療をしっかりしておくことで食べ物アレルギーになるのを防ぐことができる。ですので昔はですね、子どもの時、まあ、アトピーっていうか湿疹みたいのがあっても、まあ、そのうち治るから、まあ、ほっといてもどうせ治るよみたいに言ってた場合もあったかもしれないんですけど、治しておかないと食べ物アレルギーを持っちゃうかもしれない。ので一生懸命ケアしてあげるっていうのがすごい大事です。でもう一つ言うとですね、そういうことがかつてあんまり一生懸命やらなかったので、そういう人たちが何十年も経って今ご高齢になって成人型のアトピーが増えてるんじゃないかって言われてるんですよ。ですから今80代とかの方々が示していることっていうのはですね、かつて若い時にアトピーの治療しなかった結果っていうのを、まあ、表している可能性があるんですよね。ですから歴史はあれだっていうかですね、しっかりそういうものをヒントを得ながら、今の子どもさんたちにはそういう治療をしっかりしていくというのが大事になっています。まあ、治療といってもそれ特殊なことではないんですけど、意識を少し高めていくっていうのが大事になるというふうに言われています。もう一つですね、ちょっとアレルギーのこと、これもちょっと話は飛ぶんですけど、せっかくですのでお話ししておきたいと思います。で花粉アレルギーがある方結構いると思うんですけど、まあ、そろそろまでの時期まで多いんですけど、北海道もだんだん白樺アレルギーがすごく増えてきてて、で白樺のですね、アレルギーがあるとさまざまな果物ですね、と交差反応っていうのを起こすっていうふうに言われてます。で具体的には喉がこうイガイガしてくる感じで実感される方が多いですし、ひどい場合は腹お腹の下痢とか、まあ、腹痛とかそういう症状も出る人もいるし、ひどい場合は
ショック症状を起こして病院に運ばれちゃう場合もありますけど、そこまでいかなくてもですね、やっぱり喉の症状で結構実感される人は多いです。で、まあ皮膚、まあ、かゆいので目かこすったりして、ね、皮膚の症状だけを自覚してくる方もいるんですよね。で、まあ、結果的に花粉アレルギーがあるっていうのが皮膚の症状だけから分かる場合もあるんですけど、まさか花粉だったんですかっていう場合もあるし、意外と増えてるので、ちょっとこの場をお返してお話しさせていただけたらと思います。で、多いのはやっぱりリンゴとか桃とかメロンとか、キウイとか、そういうのが頻度的には多いです。ピーナッツもですね、それに絡んで、アレルギー持つ方もいますので、ちょっと気になる感じあれば、調べてもらったりしてもいいかなと思います。血液で分かる部分も少しありますので、こういうものもあるということをちょっとお話ししておきます。ちょっとまたガラッと変わりますけど、私たちの皮膚はですね、常に変化、当然ですけど、しています。さっきの赤ちゃんの皮膚から始まって、残念ながらだん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 変化していきます。具体的にどういうことが変わってきているかというとですね、まあ、結果的にですけどシミが増えたりシワになったりたるみになったりということなんですけど、具体的にはですね、どういうことが起こっているかというと、体の中から起こっていることと、さっきの環境的な意味で、まあ、主に紫外線ですけど外から起こっていること、この2つを少し分けて考えていく必要があります。で、中っていうのはですね、実は少ないんですけど、中っていうことは体の体質っていうような意味合いで使ってますけど、皮膚は基本的には薄くなっていきます。年齢を重ねると、皮膚そのものも薄くなりますし、色も薄くなるんですよね、実は。って言われてうんうんって思う人もいるかもしれないけど、通常はそうじゃない感じしますよね。年取ると皮膚濃くなりますよね、色黒くなる。で、実は皮膚も厚くなる場合が多いんです。で、これ何が言いたいかというとですね、紫外線の影響で実は、皮膚は黒くなったり厚くなっているんです。ですからもしずっと暗い中に生きてたら皮膚は薄くなって白くなっていくんですよ、赤ちゃんの時より。ですけど紫外線を我々は日夜浴びているので、そうじゃない反応が少しずつ起こる。これはですね、皮膚の、光老化って言ってます。ですから、いわゆる老化とはちょっと違って、紫外線を浴びてるがゆえに我々は皮膚が老化している。で、なおかつ皮膚の老化の8割はその光老化っていうふうに言われてますので、もしですね、暗い闇に生きていれば赤ちゃんとあんまり皮膚変わらないかもしれないというふうに言われてます。まあ、実際的にはそういうことは無理なので、もちろん変化していくんですけど、我々の皮膚の老化はほぼ光老化というふうに言われています。例えばですね、二の腕光当たらないところの皮膚っていうのは、おばあちゃんでも、おばあちゃんっておじいちゃんもですけど、白いです。皮膚非常にプニュプニュっとしてるし、皆さんも感じるかもしれないですけど、ここ皮膚若いんですね。つまり紫外線にさえ浴びなければ、皮膚っていうのは今とは全然違うっていうことが示されます。で、まあ、この写真ちょっと見ていただくとですね、わかりますか？結構グロテスクなんですけど、右と左にものすごい皮膚違うんですよね。これ合成写真ではないんですよ。同じ肩のそのままの皮膚です。これ非常に有名な論文なんですけど、この方はですね、アメリカの方で、バスのですね、スクールバスの運転手を長年やられてたんですね。まあ皆さんもお分かりだと思うんですけど、紫外線が片っぽからだけ来てたということで、なんとこんなことにまでなってしまうということで、紫外線によって本当にいろんなことが起こっていきますということなんです。で、紫外線はですね、波長の長さっていうものに応じて UVA、UVB、UVC というふうに分けます。ちょっとまあ詳しいのはいいと思うんですが、A と B が光、地上に届いてます。 C っていうのはいわゆるオゾン層で吸収されるので来ないんですけど、こういう紫外線が届いてます。でですね、シミ、まあ、紫外線によってできますけど、先ほどの UVB っていうですね、波長が主な、作用波長って言われてますけど、波長が少し短い波長なんですね。それによってメラニンっていうものが作られていきます。それが蓄積していくことでシミになっていくんですね。
詳しいことはちょっとあんまり割愛しますけど、でシワっていうのはじゃあどういうことかっていうと、もうちょっと波長の長い UVA っていう波長が紫外線、皮膚に到達して少し深いところまで、作用します。そのことによって、まあ、よくコラーゲンとかって言われてるようなそういう繊維成分があるんですけど、そういうものが破壊されたりしてだんだんと皮膚の弾力が、なんていうんですかね、破壊されてでたるみになってきます、まあ、詳しいのはちょっとあるんですが、少し割愛します。でその UVA っていうのが UVB の作用をさらに増強しますので、我々にとって重要なのは両方しっかり対応していくっていうのが、求められています。で UVA はですね、ガラスを通るっていうのが重要なんですよね。で UVB の方が割とこうなんていうんですか、実感しやすい日焼けを起こすんですけど、 UVA はですねじわじわとガラス通して分かりにくい感じで入ってきます。なんですけど UVB の作用を増強しますし、これをしっかりと対応しておくっていうのは実は重要なんですよね。ですからあと、まあ、曇ってても結構きますので、まあ今日は大丈夫かなみたいな思ってるようなのが蓄積していくと、さっきのおじいちゃんみたいなシワシワになってしまうということで、これも少し意識しておいてほしいと思います。でよく日焼け止め皆さんも使うと思うんですけど、まあ、詳しいのは割愛しますけど SPF って呼ばれてるのが書いてます。多分聞いたことあると思うんですよね。今50とか60とか高めのも多いんですけど、それは UVB に対する効果を表しています。で、UVA に対する効果ってもう必ず書いてますので PA って書いてあるんですけど、これはプラスが1から、まあ、4までの段階で示されています。まあ、強い方が強いんですけど、よくどういうのがいいんですかっていうふうに言われるんですよね。で、強いのは当然ブロックします。で、強いからいいかっていうと必ずしもそうでもないのが一つと、まあ、一つの理由はかぶれやすいのがあります。でもう一つはですね、強いから何時間も持つっていう意味ではないんですよ。ですから強いのは強い日差しに効くっていう意味なんですね。なので日常的にものすごい炎天下にいるわけではないですから、そんなに強いのを使うよりはほどほどなやつをまめに塗り直していただくのが一番効果的だと。ですから私のところで SPF 実は15とかっていうのも結構使いますけど、それを 2,3 時間おきに塗ってもらったりする場合もあります。もちろん強いのが必要な時もありますよ。運動会とかですね、子供さんの部活でずっとテニスするとかっていう時は強いの塗った方がいいと思いますけど、それよりも塗り直したりするっていうのが非常に大事というふうに考えます。それから、まあ、シミについてちょっと治療なんかも少しお話していこうかなと思うんですね。でシミっていうのは慢性の紫外線の蓄積によって生じます。ですからある一定の年齢になるとちょっとずつやっぱり増えてきますね。でシミは、まあ、よく取ってくださいっていうふうに言われることもあるんですけど、もちろん取ることもできるんですけど、またできてしまうことも重要ですね。ですからそれに対する対応が非常に大事になってで、まあ、レーザーっていうのがあったり、フォトフェイシャルっていうのをやったりですね、あとビタミン A っていうのを後でお話しますけど、を導入していくのが大事になります。ただ残念ながらこの辺の治療はちょっと保険が効かないので、あまりなかなか強くはお話しにくいですけど、こういうような治療もあります。でレーザーっていうのは通常1回の照射で、かさぶたになって剥がれて治っていくんですけど、その間化粧ができないので、いわゆるダウンタイムって呼ばれる時間が少しあります。通常2週間前後、テープを貼ってないといけないんですけど、まあ、こういう治療もあります。ただですね、基本的にはシミっていうのは慢性の蓄積、紫外線の蓄積なので、全体としてケアしていく方が重要じゃないかなというふうに僕は思ってます。ですのでレーザーでどんどん取っていくっていうよりは、全体として少しずつケアしていくっていう意味合いではですね、こういったフォトフェイシャルって呼ばれているような治療もあります。まあ、いずれにしてもある今あるシミを破壊していくような治療だったんですけど、もう一つはですね、シミ今ある皮膚、シミがですね、皮膚にあるものを、まあ、なんですかね、うまくこう弾き出してあげるというような治療もあります。これは塗り薬を使ってやる場合もあるんですけど、皮膚はそもそもですね、だいたい1ヶ月おきぐらいに生まれ変わってるんですよ、我々の皮膚は。
で、その生まれ変わってるのと同時にメラニンっていう色が剥がれ落ちていければいいんですけど、そうならないのでシミがこう残っちゃってるっていうようなイメージなんですね。ですから、そのうまい軌道に乗せてあげて一緒にこうさよならできればですね、だん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 シミは薄くなります。で、それを、助長するような塗り薬っていうのもありますので、そういうのを使う場合もあります。もう一つ、あんまり聞いたことがないかもしれないですけど、ビタミン A っていうものが今注目されています。なんとなくシミの治療ではビタミン C は有名ですけど、最近ですね、 A っていうのがかなり着目されてきてですね、この手、片方の手、違う方の男性の手なんですけど、ちょっと写真がね、見づらいかもしれないですけど、どっちが若く見えるでしょうかということです。で、まあ、63歳なんです、実はどちらも。で、左の方もですね、日焼け止めをしっかりは塗ってたんですけど、右の方はですね、日焼け止めプラスプロビタミン A、ビタミン A の、ネクタイを塗っていたんですね。それによって皮膚の状態がつるっとして、で、先ほどから紫外線の予防っていうことを話してますが、もちろん守りのスキンケアとして紫外線を避けるっていうのは大事なんですけど、より攻めのスキンケアとしてはですね、抗酸化物質を活用するっていうのが大事っていうふうに言われてます。酸化っていうのはですね、紫外線によって、皮膚は常に錆びついているんですけど、その錆びつきを守っていくというようなイメージです。まあ、リンゴなんか錆びてくるとちょっと茶色くなりますけど、あんなようなイメージかもしれないです。で、ああいうものをビタミン A を取り入れることによって守っていくっていうふうに今言われてます。ビタミン A はですね、紫外線によって破壊されているものでもあるんですけど、それによって皮膚のキメの乱れとかくすみとか張りなんかが起こっていく。ですから、これを取り入れることで皮膚のコンディションを元に戻していくっていうようなイメージなんですけど、非常に今注目されています。これがですね、その光老化の鍵を今握っているんじゃないかっていうふうに言われてますので、皮膚を通してですね、ビタミン A を導入していくっていうのが皮膚の 若さを保つ秘訣かなというふうに思います。最後の方になりますけど、皮膚がんについて少しお話ししていきたいと思います。皮膚がんは、皮膚にできるがんなんですけど、いろんな種類が実はあります。で、少し今お話ししていきたいと思いますので、で、多くはですね、今ずっと話してきた紫外線が原因の一つというふうに捉えられています。ですから、紫外線浴び続けて、まあ、いろんな理由にもよりますけど、慣れの果てとして皮膚がんになってしまう可能性があるということで注意を促したいということでお話しさせていただきます。で、一番代表的な、まあ、紫外線による皮膚のがんというのは日光角化症と呼ばれるんですけど、これは、まあ、皮膚がんの、前駆症状というか、まあ、これ自体はがんと扱う場合も多いんですけど、上皮内がんってよく言うような状態です。で、これは皮膚がですね、赤くなってくるんですよね。赤いシミみたいな感じ、まあ、NHK かなんかの番組で赤いシミって言ってましたけど、まあ、シミとはあんまり言わないかもしれないけど、まあ、こういう症状なんですよね。で、お年を召している方だと実は結構ある場合が多いです。で、日光角化症っていう、まあ、上皮内がんっていう状態であれば、人によっては10年ぐらいこのまんまの場合もあります。ですけど、これがですね、進行期のがんになっちゃうと有極細胞がんっていうものになっています。これが違う方ですけど、こういうふうになっています。これどういうことかというと、盛り上がってきます。通常厚みが出るというか、それはもう皮膚の上皮っていうだけじゃなくて、そのちょっと下にあるところまで、広がっている状態で、こうなると転移します。転移すると命にかかってきます。ですから、転移する可能性のある状態になる一歩手前、さっきの日光角化症っていう状態でしっかりとケアしていくっていうのが大事になりますので、まあ、赤いシミっていうか、あまりシミってことかどうかと思って赤い状態を見たら、皮膚科とか受診して確認してもらった方がいいかもしれないです。もちろん湿疹でも赤くなるので難しい場合ありますけど、赤い状態で対応できたらいいかなと思います。いろんな治療ありますけど、今塗る薬もあります。そういう状態でしっかり早期発見しておけたらいいかなというふうに思います。
ですね、悪性黒色腫、まあ、メラノーマってよく呼ばれてるんですけど、これも今多い増えてますよね。でメラノーマっていうのは皮膚がんの中でおそらく最も悪性度が高いですから、進行しちゃうと本当に助けることが難しいがんになっています。で手術して取ってもより効率に転移しやすいので大変なんですけど、まあ、ちょっと今日詳しくはお話しませんけど、そうは言っても実はメラノーマの治療はですね、今この2、3年でものすごい進化してますので、早くやはり発見して治療していくっていうのは大事かもしれません。これちょっと写真で見づらいかもしれないですけど、脂漏性角化症ってこれ結構大きい出来物だったりすることもあるんですが、これは実は良性なんです。ですから大きくてモコモコしてるから悪いとは限らないんですよね。やっぱり専門的に見せてもらわないと診断は難しいかもしれないです。これ見たら患者さんにとってはよってはですね、もう絶対がんだと思い込んで来られる場合もあります。結構大きいので、ああがんだと思って落ち込んできて大丈夫ですよと言って安心する場合も意外と多いものなんですね。これも同じなんですけど、でこれで難しいんですけど、さっきの脂漏性角化症っていうのと、あるいはシミと似てるんですよね、すごくね。よくわかんないかもしれない、写真がちょっとあれかもしれないですけど、これは実はメラノーマなんですよ、悪性黒色腫。これ僕、大学病院に行った時に治療させてもらった方なんですけど、すごく難しかったです、正直言うと。がんかどうかっていうのは、でも結果的にはがんでしたね。でこれはシミなんですよ。ちょっとほっぺたにあるやつ。やっぱりわかんないと思いますね。専門家が見ないと。難しいです、やっぱり。これはただのシミ。これはですね、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、茶色っぽい感じで、真ん中が少し盛り上がってるんですよ。でこれはですね、いわゆるシミから、イボができちゃう。まあ、これも良性なんですけど、さっきのメラノーマと比べてどっちが悪性か難しいですね、本当にね。これが両方並べてみたんですけど、左向こう側が悪性で、こっちの方が良性なんですけど、そんなに簡単ではないかもしれないですね。ですから良性と悪性を見分けるのは本当に難しいです。あとメラノーマっていうのは足の裏に結構できることが多いです。足裏にシミがあると気をつけましょうってよく言ってたんですけど、まあそんなこともないんだけど、実際は多いですので注意してください。これはもうかなり実は進行している方でした。この足の裏にモコモコした状態はちょっと忘れたけど、何年かでお亡くなりになっちゃいましたね。これ早期の段階、これ足の裏にシミ見たかただのほくろかなと思ったら、やっぱりこれも早期のメラノーマですので、気になったら見せてもらった方がいいと思います。で、ちょっとこれはお花の、これもね、実はがんなんですよね。鼻になんかポチってあるけど、なんか大したことなさそうに見えますよね。でもこれがんなんですよ。で、どんな治療になるかっていうと、結構大掛かり、大きく取って、このぐらいガバガバッと開けて閉じるんですけど、こんな感じになります。ですのでまあやっぱりわかんないですよね。専門的だと思いますので、気になったら見せてもらったらいいかなと思います。でもう一つ、乳房外パジェット病って言うんですけど、これも皮膚がんなんですよね。でこれ陰部にできることなんですよ。で陰部だからやっぱり皆さん病院に行きづらいんですよね。で何かよくわかんないし、でもなんか赤いしカサカサしてて湿疹かなと思ってずっと、置いとく場合があります。でこれがんなんですけど、進行するともちろん転移したりして命に関わります。で早期に発見治療すれば大体治せることが多いんですけど、進行しちゃうと厄介なので、まあこれもう大雑把な言い方ですけど、陰部にもこういうのできることありますから、気になったらやっぱり見せてもらった方がいいですね。これも診断難しい場合が多いです。実は受診しても最初は湿疹として扱われちゃうこともあるので、まあ、我々専門家にとってもちょっと注意して見ていく必要があるものなんですよね。
で、まあ、最後ちょっとまとめていきたいと思いますけど、まあ、健康な肌を保つためには、まあ、その乾燥をしっかりケアしていくというのが一つありますし、紫外線をしっかり守っていくということ、それから、まあ、年齢とともにやはりシミとかが結果として出てきますし、さらに進んでしまうと皮膚がんっていうのができてしまうということで、紫外線が特にですね、今日私としては強調したいことだったんですけど、光老化を防いで健康な皮膚をぜひ保っていただきたいなというふうに思っています。これ隣なんですけど、こんな感じでなんかやってますので、まあ、一応皮膚、まあ、今お話したような内容は全部扱ってます。予防的なこともそうですし、シミのレーザー治療とかもやってますし、手術も毎日やってますので、いろんなことを何でもお気軽にご相談ください。以上です。ありがとうございました。栗田先生ありがとうございます。日頃紫外線に気をつけている方もたくさんいるかと思うんですけども、本当に分かりやすい話で勉強になったかと思います。時間もあまりないんですけども、質問一つ受けたいと思いますが、どなたか聞いてみたい方、はい、はい、どうぞ。今日どうもありがとうございます。私は非常にこう汗がこうかく、いろいろ運動するんで汗もができるんですよね。その際汗もっていうのはどのように管理すれば何て言うんだろう、綺麗な肌を保つことができるの。そうですね、まあ、これちょっと、難しいんですけど、汗もっていうことがですね、ちょっとうまく答えられないかもしれないですけど、汗によって多分湿疹になってるんですよ。ですので、まあ、ちょっと答えが難しいですけど、ちょっとよく診察させていただかないとなかなか答えにくいですね。その方によるかもしれないです。ごめんなさい、ちょっとそれ以上難しいかな。いろんな可能性あります。